番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。パラ競泳視覚障害クラスの辻内彩乃です。辻内彩乃、1996年東京都江戸川区生まれの22歳。小学3年生から水泳を始めるが、目の病気で視力が大幅に低下。大学3年生の2017年6月からパラ競泳の選手として泳ぎ始め、自由形、平泳ぎ、バタフライで次々と日本新記録を樹立した。2018年10月のアジアパラ競技大会では6種目で4個の銅メダルを獲得。東京パラリンピックでもメダルを目指すパラ競泳界期待の女子大生スイマーだ。父親がスイミングスクールのコーチで、辻内は小学生の時から水泳を始めた。小学校3年生から始めて、中学1年生の秋に選手コースって言って、もう本当に競技専門のコースに上がって、そこからなので中1、高3なので、競技としては5年間ですかね、健常の時は。成長するにつれ、辻内は目に異常を感じるように。目が本当に最初悪くなってきたのは小学校高学年ぐらいの時で、で最初は火星近視って言われてたんですけど、やっぱおかしいって病院を変えて検査したら、今のそのオハンジストロフィーが分かったので、逆になんで目悪いんだろうっていう原因が分かったので、なんかショックってよりも安心したっていうか、ほっとした気持ちの方が大きかったです。視力の問題以外に故障が多かったこともあり、競泳には高校で一区切りつけていたが、大学3年になった一昨年6月から競技を再開した。きっかけはカラオケだった。親友なんですけど、森下優輝っていう左前腕欠損の選手がたまたま同級生で同じ水泳部でいて、で卒業した時にカラオケで歌って遊んでっていうことをしていたんですけど、その時にやっぱ画面に歌詞が出てくると思うんですけど、それをすごい本当に20センチぐらいの距離で見てたので、もっと目悪くなったらパラ来ればっていう風に冗談でその時は言ってくれたんですけど、でもその言葉がなかったら多分パラっていう選択肢もなかったと思うので、本当にきっかけは彼女だと思います。検査の結果、視覚に障害があると認定され、本当にパラ競泳に出場する資格を得た辻内。久しぶりに泳いでみた感触は、タイムも全然違くて、正直なんかあれこんなんだったっけっていう、そっちの方が多分病気見つかった時よりもショックだったっていうのはありますね。ただでもやっぱ水の中気持ちよかったんで。壁との距離は感覚と経験で測っているという辻内。しかし時には激突してしまうこともある。背泳ぎで5メートルフラッグを見逃して頭ゴンとかは、あとは今何かきめだろうと思って伸びたら全然遠かったとか、背泳ぎで一番多いですね。何もプールの状況が見えないので。普段の練習拠点は、普段はもともと通っていたスイミングスクールと、あとはまあ近所の区民プールとかですかね。もともと通ってたスイミングはやっぱり父の勤務先でもあるっていうこともありましたし、理解をしてくれてるコーチが多いので普通に泳がせてもらえたり、あと区民プールでもそんなに人がいない時間帯に行くので、で弱視であれば何も言われずザーって泳いでます。辻内のパラ競泳デビュー戦は一昨年2017年6月東京で行われた関東身体障害者水泳選手権だった。辻内は50メートル自由形、50メートルバタフライで大会新記録をマークし優勝した。一番初めての本当にデビュー戦なので、なんか戸惑いが大きくて、タイムもあんまり良くない、なんか自信というよりも泳げてよかったっていう方の方が
気持ちの方が強かったかなっていうふうに感じました。この年の9月にはジャパンパラ水泳に出場、視力によるカテゴリー分けも決まり、最も障害が軽い S13 クラスの50メートルと100メートルの自由形、100メートル平泳ぎでいずれも日本新記録を出し優勝、一躍注目の存在となった。この大会で100メートルがまず1分1秒台で泳げたっていうのは本当にびっくりもしましたし、で、あ、まだ伸びしろあるわって思うぐらいそのタイムだったので本当に自信にもなりましたし、でパラの世界に入ってから挑戦し始めたのが 100m の平泳ぎなんですけど、これでも健常の時よりも早いタイムだったのですごく自信に、あ、これからこれも頑張っていこうっていうふうに思うようにもなりました。辻内に自分の泳ぎの特徴を聞いた。スタートと浮き上がりすごい下手くそなんですけど、やっぱ後半が粘り強く泳ぐことができたりとか、あとは前後半そこまで落ちずにいい流れでレースをすることができるので、そこはもう本当に強みだと自分の中では思ってます。ターンがタイミング合えばスパッと決まるの で、 そうです、後半の粘り強さとターンの速さは私の武器です。2018年5月から6月にかけて辻内はワールドシリーズ大会に出場、イタリアとイギリスを回った。海外旅行とかではなんか他の国には行ったことあるんですけど、初海外の試合、初ヨーロッパだったので本当になんか半旅行気分、けどやっぱりやるときはやらなきゃいけないっていうのはあったので大変だったんですけど、すごく楽しかった記憶があります。この時も日本新記録を連発した辻内、それでも大会では3位以内に入れないという現実に直面、世界のトップスイマーたちの泳ぎを目の当たりにした。クラスが同じ S13 から12に変わったあのアメリカのレベッカ・マイヤーズっていう、あのリオでもメダルを取ってる選手とか、イタリアのカルロッタ・ジルとか、私の年の前後の選手だったり、あとはもう本当に10代2000年以降生まれの選手だったりがすごい活躍をしていたので、やっぱり体格が全然違うので、あ、私まだまだ体作りできてないなっていう風に自分のその足りないところをすごい意識できるような感じがありました。昨年8月にオーストラリアで行われたパラ競泳のパンパシフィック選手権で辻内は5個のメダルを獲得した。中でもリレー競技で獲得した金メダルには格別なものがあった。このリレーが日本チームとオーストラリアチームの2カ国での戦いだったんですけど、本当は銀メダルだったんですね。オーストラリアチームの引き継ぎ班がちょっとフライングをしている箇所があって、それで違反取られて失格になってしまって、で繰り上げで金メダルだったので、本当になんかで最後の最後で私が 0.3 秒ぐらいの差でその立ち負けをしてしまって、すごい号泣した後のまさかの金メダルだったので嬉しいっていう反面と悔しいっていう気持ちとごちゃ混ぜの金メダルでしたその時の写真とかを見ても顔が一人だけもう赤い、目が赤いみたいな一人だけ泣いてるみたいな。他の個人種目でも銀メダル3個と銅メダル1個、合計5個のメダルを手にした辻内、それでもメダルは格別だった。国内にいると競技人口もそうですし、あとは S13 の女子って本当に少ないので、勝っちゃえば金メダルしかないので、なんか変な言い方なんですけど、銀メダルと銅メダルがもらえたのがちょっと嬉しかった気持ちもありますし、やっぱりメダルって格別かなっていうふうにも感じました。さらに昨年10月、インドネシアのジャカルタで行われたアジアパラ競技大会で辻内は6種目に出場、4つの銅メダルを獲得した。特に印象深かったものは2つあって、1つが初日の400メートル自由形の銅メダル、
これは本当に最後の 50m 折り返しの時に2位の子に抜かされてしまっての銅メダルだったんですけど、その時に自分ができることすべて出し切っての銅メダルだったので、初日でメダルが取れたっていうのは本当に嬉しかったですし、でもう一つが 50m 自由形での銅メダルだったんですけど、スタートを思いっきりしくじってしまっていつも以上に深く入水をしてしまって、でそこから浮き上がったらもう体半分ぐらい差がついてしまってて、で 50m なのでもう行って終わりなのでどうしようってすごい焦ってはいたんですけど、でもタッチの差ぐらいで3番まで追い上げることができたので、こっちは悔しいっていうよりも良かった嬉しかったっていう印象が強いメダルでした。辻内が戦う S13 クラスではパラリンピック種目は 50m と 400m のみ。どちらを重視しているのか。どっちもになっちゃいますね。 400m の方がメダルの可能性はタイムを上げれば上がってくるので、 50m はリレーのために、 400m は自分のメダルのために頑張りたいなっていうふうに思っている種目です。辻内には競技の前によく聞くお気に入りの曲がある。グリーンさんの花歌っていう曲です。落ち込んでてもちょっと元気になれるような曲調だったり、そういうところもすごく大好きな一つで。現在大学4年生の辻内、もうすぐ卒業だが何を勉強しているのか。大学では柔道整復師という国家試験の資格を目指して今勉強していて、人の体の構造だったり病気のことだったりを勉強したりしていて、正直今水泳と勉強がうまく両立4年目なのにできていなくて、ちょっと水泳よりも勉強の方が時間取ってるかなっていう、ちょっとしばらくはそれでやっていけたらいいかなっていうふうに考えています。いよいよ来年に迫った東京パラリンピック、本番までのプランは。今年はやっぱり世界選手権に出ないと、他の海外の同じクラスの選手のその今現在のレベルとかが全然把握できないので、3月の選考会を突破して出ないといけないなっていうふうには思います。本当にトレーニング大嫌いなのでやっぱり4月からは水泳だったり競技の方に専念できるので、そうなってきたら今選手コースっていう健常のジュニアの選手の子たちと同じクラスで練習をしているんですけど、その子たちの練習プラス自分の足りないところを強化するような練習をプラスアルファどこかでしたりとか、あとはやっぱりウエイトとトレーニングも今年は頑張りたいなっていうふうに思います。江戸川区出身の辻内にとって東京大会は地元で行われるパラリンピック。江戸川区の方、特に区役所とかそのスポーツ課の方からパラでは辻内っていう風に推したいっていう風には聞いていて、昨年末にその江戸川区主催のパラのスポーツイベントにちょっとゲストで出させていただいて、それをきっかけに今年は小学校だったり中学校だったりでちょっとお話をしてくださいっていう風にお話をいただいたりとか、江戸川区在住の方だったりパラ応援してくださってる方からすごいたくさんメッセージいただくようになったり。東京パラリンピックに向けて辻内に抱負を聞いた。東京パラリンピックは地元開催になって、家からでも自転車で30分あれば着いてしまうようなところでの開催なので、たくさん応援来てくれると思うので、目標にしているのは世界で5本の指には絶対入るっていうのを目標にしているので、それが達成できるように今年いっぱい頑張っていきたいと思います。これからの夢は。私のきっかけがやっぱりパラ選手だった友達の影響だったので、もしかしたら自分は該当しないかもしれないじゃなくて、例えば手帳を持ってて水泳やりたいなっていう子が私きっかけでその競技に関わってくれたりとか、競技始めてもらえるような選手になれるといいなっていうふうに思います。